このマーツーっていう、これはおすすめっていうよりは行きたいところで、魅力だなって思いますね。外国に来たなと思いますし、でも近いから行きやすいし、ちょっと行ったらかき氷だなと思ってます。これです。マンゴーかき氷。日本でも流行ってますけれども、台湾でもさらに美味しいものが召し上がれるんですよね。そうですね。初めて台湾のかき氷を食べた時に、もともと味がついてちょっと気になっていまして。どんな味がするのかなっ本て。当ですよね。どんな味なんだろうっていうのが、まだ知らないので、ぜひ次行った時にも食べてみたい。